マジか。うん。おー。ありがとう。それいいね。じゃあそれ了解です。快晴。相変わらず開放感すげー。リンちゃん、それでは記念に一枚。天気もよ、気持ちよさそう。あきちゃん、おお、いいところで、今日はとりあえず、おお、前は、あの時は日の出、明日は一緒に見てくれ、起きれたらね。じゃあ今日は、隣にいるんだから。確かに今日も冷えるから、うん。ありが、焚き火で温まりながら。明日の朝も晴れるかな。天気予報だと大丈夫そうだな。よかった。じゃあぼちぼち始めますか。リンちゃん、どうしたの？見て見て。お、いい感じ。私も後で撮ろうかな。キャンプ場来るとたくさん写真撮りたくなっちゃうよね。だな。おやつの時間かな。それ時報だったんだ。お菓子いろいろ持ってきたんだ。おせんべいにチョコでしょ。それからどんだけ持ってきてんだ。風もないし絶好のキャンプ日和だな。私たち、キャンプの神様に愛されてますな。かもね。そういえばさ。ん？このキャンプ場、後ろの山荘の方で犬が飼われてたんだよね。本当？うん。まだいるかな。後で見に行ってみようっと。ちょっと眠くなってきたね。寝てもいいよ。じゃあ10分だけ。晩ご飯は食べとくから。おはようございます。写真撮るか。何撮ろうかな。富士山で相川かっこいい。西側から。そうな。秋やたら。私、ちょっと写真撮りに行ってくるね。うん。
ここ広いから迷子になるなよ。大丈夫。それじゃあ行ってきまーす。うん、眠気が。ちょっとだけ目閉じてようかな。リンちゃん。なでしこ。あ、犬。あ、リンちゃん寝てた？いや、それよりこの犬は。それが、散歩してる時に近くのキャンパーさんたちのテントの前を通ったらこの子がいて。うん。撫でてもいいですかって聞いたら、いいですよって言ってもらえて、もふもふしてたら懐かれちゃって。おお。それで、よかったらちょっと遊んであげてくださいって話になって。それで、私たちのテントまで来たと。ひひひ。それにしても、このモフモフ、たまらん。よしよし、このかわいいワンコめ。真っ白でふわふわだな。すげえ見てくる。かわいい。いつの間にか逆転してるし。おかえり、おばあちゃん。若いもんにはかなわんの。その子、そろそろ飼い主さんに届けてあげた方がいいんじゃない？そうじゃの。お、その前に。ん？写真撮らせて。こんな感じで。またね。そろそろ行こっか。なでしこが行ってる間に焚き火焚いておくよ。うん、ありがとう。じゃあちょっと行ってくるね。ただいま。お疲れ。ココア飲む？わかった。あったまる。あ、ん？マシュマロ入れようと思って忘れてた。次の楽しみだね。
そういえば最近キャンプ動画撮る人多いよね。うん、楽しそうだよね。私も撮ってみたいな。例えばシェフ鏡原のキャンプご飯特集とか。ちょっと気になる。これはカレーの匂い。え？するか？しかもこれはキーマカレー。犬かよ。キャンプ道具たくさん揃えたいな。うん。他のテント見てるといろいろ気になっちゃって。わからなくもない。アウトドア奥が深いな。プシッ。なんだか冷えてきたね。大丈夫？ハルカイロたくさん持ってきた。私ももう少し貼ろうかな、首のとこ。あれ、目じゃなくていいの？あれは嘘やで。晩ご飯の準備する？そうだね。よーし、今日はあったかお鍋だよ。今日のメニューは3種のロールキャベツ鍋。まずキャベツを1枚ずつ剥がし、鍋で軽く茹で、芯の硬い部分を少し切り取ります。ロールキャベツは生ハンバーグを一口大に分けて丸めて巻いたもの。サラダチキンを一口大に分け、切れ目を入れてチーズと胡椒を挟み、キャベツで巻いたもの。厚切りベーコンを薄く切ってキャベツと丸めたものの3種類を用意します。この時ロールキャベツはパスタを刺して止めておきます。市販のポトフスープで一口大に切った野菜とロールキャベツを煮ていきます。具材が柔らかくなってきたら、アスパラ、ミニトマト、パセリを入れさらに煮ていきます。器に盛ってパセリを振りかけたら出来上がりです。これは完成！いろんな味が楽しめる3種のロールキャベツ鍋。さっき道の駅で買ったベーコン、こうやって使うんだ。そのまま焼いても美味しそうな素敵なベーコンだったよ。それじゃあ早速いただきます。リンちゃんや、このお鍋、実はまだお楽しみがあるんじゃよ。なんじゃとおばあちゃん。それはな、これをこうして、おお、これはじゃーん、トマト
缶を使ったトマトロールキャベツ鍋です。ロールキャベツが少なくなってきたからオートミールも入れてお粥っぽくしてみたよ。割とお腹いっぱいだと思ってたけど、このトマトの香りのせいかまた食欲が。さあ、ちゃんとお食べ。やるな、なでしこ。それじゃあいただきます。食べた。どうだった？どっちもすごく美味しかった。やっぱ鍋はいいな。よかった、体が温まるよね。ありがとう、なでしこ。今度は私が考えてくるよ。ほんと？りんちゃんのキャンプご飯楽しみだな。やっぱり焚き火はいいね。なでしこも焚き火作るの上手くなったな。焚き火台でちょっと勝手が違ったけどね。うん、確かにちょっと組が甘いところがある。鬼教官だ。はあ、息真っ白。ぐっと冷えてきたな。でも私、寒いのはそんなに嫌いじゃないかも。鍋も美味しいしね、寒いと。明日晴れるかな。そういえばこの時間ラジオで天気の話してた気がする。明日の天気は晴れ。それでも朝晩は大変冷え込むので、あったかくしてお休みください。晴れだって。お相手は小泉でした。よかった。それでは本日のラストナンバー、お聴きください。やっぱココアだな。前もこうやって富士山見ながらおしゃべりしたよね。そうだね。あの時はなでしこ、さくらさんの車で寝てたんだっけ？そうそう、懐かしいね。今日も送ってもらっちゃったし、迷惑かけてないかな？そんなことないと思うよ。お姉ちゃん運転好きだし。そっか。りんちゃんはキャンプのこと、おじいさんに教えてもらったんだよね。うん、キャンプそうだし、バイクのこととかも。そっか、会ってみたいな。黙
まにこっちの方にも来るから、もしかしたらどこかのキャンプ場とかで会えるかもね。そうなんだ。そうなったらいいな。明日の日の出、私も見るよ。本当？やった！はあ、楽しみだな。そうとなったら早く寝なきゃだね。その前に焚き火の後始末とかしてからな。おお、焚き火の片付け私がやるよ。最近上手くなったんだ。あ、ありがとう。りんちゃん、明日楽しみだね。そうだね。おやすみなさい、りんちゃん。おやすみ、なでしこ。眠いね、りんちゃん。と言っても、もう7時だけどね。そういえば、前見た時はもうちょっと時間早かったっけ。季節が違うからな。うん、なんだか空気も少し違う気がする。同じとこでも時期が違うと変化があっていいよね。そうだね。あ、りんちゃん。ん？行きたいね。だな。昨日のベストショット。おー、景色もワンコもよく撮れてるね。全部森って感じでええな。大自然と360度カメラっていいよな。また貸してくれた先生の妹さんに感謝だよ。朝日はどうやったん？バッチリだったよ。リンも見たの？見たよ。そっか、よかったよかった。よし、次のフルキャンは朝日を見るぞ。せやな、私も見たくなってきたわ。どこがいいんだろうね。私探そうか。本当か？ピンちゃんなら絶対いいとこ見つけてくれるよ。それは間違いあらへんな。リンが自分から言い出すくらいだからね。ちくわも行けるところでな。そうだね、今から楽しみだな。